今日はね、韓国からロシアのウラジオストクに向かってるところなんですけど、それの案内というか、紹介、どんな施設なのか、どんな部屋でとか、どんな景色でとかっていう紹介を撮っていこうと思います。まず僕らの部屋はこんな感じです。これファーストでもファーストクラス、そう、ファーストクラス、エコノミーじゃないか、完全ファーストや。なので、こう冷蔵庫とか、これで消えてます。めっちゃ通うやん。店内の様子を紹介していきます。あ、これあるじゃん、船の上から手紙出せんじゃん。あ、そうなの。押すと出さない、出さない。うん、で、なんかここにちょっとアライバル、こういう航路ですね。こういう航路で行きます。これなんか貼ってたんかな、シール。これも汚いね、これ。ミサイルの資料貼ってないのかな。ミサイル貼ってないよ、液体に。北朝鮮のミャン、ミャン、ミャン。今、ちょうど北朝鮮の近いところに。マジか。はい。走ってますか。北朝鮮。北朝鮮。今、ちょうど北朝鮮がもうめちゃくちゃ近いんで、ミサイルが飛んでこないことだけを祈ってます。もし今ミサイル飛んできたら、うん、日本人第一発見者やん。俺らが J アラートピピュッ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 ってやる。J アラート俺らがやるから。でも俺が決めてもね、船で行きたいって言って。あ、そうか。世界中時行くときは行きは船で行きたくて、うん、で昔日本人もいっぱいロシアに行ってたから、うん、戦争したりとか強制労働みたいな、うん、でシベリア抑留されたりとか、でそういう人たちが大体この飛行路で行ってたんやなっていう、なんかこう思ったり、そういう風に歴史に思いを受けるのも旅の感じ。そう、結構それある。結構それある、ある、ある人、ある人、ある人、うん、ある人ね。探してるやん。ある人や、ね、若干色あせてきてるね、この子。そうやね、あの歴史感じてる、歴史感じてます。僕も歴史感じてるから感じてます。色あせたポロシャツとともに、あの動画をついてやばお倒しに。ポロシャツ2枚やん、見てるけど間違えてやん。2軍の方も見ても2軍も持ってきた。今回もご視聴ありがとうございます。僕たちの動画がいいな、楽しいなって思ったらチャンネル登録してください。っていうか何も考えずに今すぐ登録をお願いします。こんなに体張ってるからお願いします。